み <com S 3> 皆さんこんにちは今日は比較級について勉強します比較級何やよりも大きい何やよりも長いのように2つ以上のもの人を比較するときは比較級と算で表します比較級は形容詞副詞の語尾に er のついた形です This house is large. この家は大きいですという文を比較級を使った文にしてみましょう Large 大きいという形容詞を比較級にするには語尾に ER をつけます LargerThis house is larger 形容詞の比較級の後ろに段を置いて This house is larger than that house. 意味はこの家はあの家よりも大きいですとなります。形容詞を比較級にするには基本は ER をつけます。Small の比較級は SmallerFast の比較級は Faster の比較級は LargerNice の比較級は Nicer 語尾がシーと E で終わる形容詞は E を取って ER をつける Early の比較級は EarlierHappy の比較級は 語尾が Y で終わる形容詞は Y を I に変えて ER をつける Hot の比較球は HotterBig の比較球は Bigger 語尾が単んぼインと子音時の形容詞はシー音を重ねて ER をつける Let's try it! それでは形容詞・副詞の比較キを使って文章を作ってみましょう私は私の弟よりも背が高い背が高いは tallER をつけて t a l l e r i m taller than my brother この犬はあの犬よりも早く走る早くは fastER をつけて faster This dog runs faster than that runs dog dog. 彼の生徒は彼女の生徒よりもフレンドリーですフレンドリーは f riendly Y を I に変えて、ER をつけて、Friendlier.His students are friendlier than hers。今年の夏は去年の夏よりも暑い。暑いは、Hot.T を重ねて、ER をつけて、Hotter.This summer is hotter than last summer. Let's review! 復習しましょう比較級、何円よりも大きい何円よりも長いのように2つ以上のもの人を比較するときは比較級と番で表します比較級は形容詞副詞の語尾に ER のついた形です形容詞を比較級にするには語尾に ER をつける 比較級の後ろに段を置く。比較級にするには基本は er をつける。語尾が n と e で終わる形容詞は e を取って er をつける。語尾が y で終わる形容詞は y を i に変えて er をつける。語尾が 単語院と詩院字の形容詞は詩院を重ねて ER をつける TheEnd どこでも勉強